おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はいちごのプランター栽培についてお話ししたいと思います。今日植えるいちごはこちらですね。四季なりいちご、楽なりいちごって書いてありますね。病気に強く作りやすいいちごとも書いてあります。今回はこれを60センチ幅のプランターに2つ定植していきたいと思います。それでは今回用意するものについてお話しさせていただきます。まずプランターですね。こちら幅が2の4の60センチ、深さが25センチ、奥行き20センチですね。そしてプランターの底にスリットが入ってるんですけども、さらに排水性を良くするためにハンダゴテで穴をいくつか開けてあります。こうすることによって排水性がさらに良くなると思います。そして植え土の培養土です。元肥用の園芸用の培養土を使っています。そして緩効性肥料、こちらも土の中に入れていきたいと思います。実際にプランターに定植しながら、少し多いんですけれども7つのコツのお話をしながら定植していきたいと思います。まず1つ目のコツです。時期になります。10月下旬から12月上旬がいちごの定植時期になります。露地栽培になりますので、開花は3月から5月、そして収穫は5月頃収穫になると思います。そして2つ目のコツ、栽培環境になります。いちごは17度から20度、涼しい気候を好みます。乾燥は苦手で、土の表面が乾燥したらたっぷり与えてください。日当たりも重要で、1日4時間から5時間以上日の当たるところで栽培してください。そして3つ目のコツ、苗選びです。苗選びのコツは、まずこのようにクラウンが太くて地面から出ているもの、そして葉っぱが4枚から5枚ぐらい出ているもの、葉の斑点などのない病気のないものを選んでください。そしてランナーの切れ端のついているものを選んでください。おそらくこれがランナーですね。わかるかな。ちょっと親指で見ます。こちらの反対側、こちらが正面になります。成長点もこちら側向きになってますね。ここから3月以降花芽が出ていちごがなることになります。ですからプランターで植える場合はこちらを正面に向けるようにしてください。4つ目のコツ、肥料になります。油かすや化成肥料を3週間に1回ぐらい与えるようにしてください。与える期間も重要です。3月まで与えるようにしてください。4月以降は肥料を控えるようにしてください。なぜかと言いますと、肥料が過剰になってしまいますと実つきが悪くなってしまいます。株に栄養が行き過ぎるとつるぼけといって、株だけが大きくなって実の数が減ってしまうからです。そして4つ目のコツです。プランターに定植するときに、こちらのクラウンですね、こちらをクラウンと言いますけども、こちらを土の中に埋めないでください。クラウンを埋めてしまいますと枯れてしまう場合もあります。そして6つ目のコツです。これもかなり重要なんですけども、寒さに当ててください。いちごは寒さに当たらないと実つきが悪くなってしまいます。寒さに当たることによって花芽が分化されます。そして7つ目のコツ、定植しますとランナーが出てくる場合があります。はい、こちらちょっと他の種類なんですけども、このようにこちら2本ランナーが出ていますね。これをランナーと言います。親株からつるが出て、このように子株になります。これをつけてしまいますと、こちらの親株の方が老化して花芽がつきにくくなってしまいます。ですから定植した時や育てている時にこのようなランナーが出た場合は必ず切り取るようにしてください。5月以降いちごの収穫が終わりましたらランナーが出てきますが、それは育ててください。そのランナーをポットに取りまして、次のいちごの親株となります。それでは定植していきたいと思います。まずこちらのプランターに3分の1程度培養土を入れてあります。そしてその培養土の上に緩効性肥料ですね、これをこのように撒いていきます。これは直接根に緩効性肥料が触れないために、このように中間層に肥料を撒いています。そしてこの後この上に培養土を入れていきます。
はい、ウォータースペースを取りながらこのように入れていきます。はい、それでは定食していきます。四季なりですので、こちらは一年中花が咲くようですね。おそらく春先と秋口に実がなると思います。夏の暑い時期は少し休眠状態に入るかもしれません。はい、ポットを抜いていきます。はい、ランナーがこちらですね。これがランナーです。あ、今ちょっと折れてしまいました。見えるかな、指でちょっとこういう感じですね。これがランナーです。こちら奥に向けることで、こちらが正面になります。あまり真ん中に植えずに手前に置くようにしてもらうと、いちごがこの縁から垂れて収穫や病害虫から守ってくれると思います。では植え穴を掘っていきます。いちごは深植えはしないでください。こちらがクラウンと言いますけども、これが必ず地面からこのように出るようにしてください。このポットの土の高さとプランターの土の高さが同じになればよろしいかと思います。はい、お水を入れていきます。はい、こんな感じですね。はい、一つ植え終わりました。もう一つ植えていきます。60センチのプランターに2つ植えることとしました。少し隙間があるようですけれども、いちごはかなり大きくなりますので3つではきついと思います。はい、これがランナーですね。ここに出てますね。ですからこちらが正面になります。向きがやっぱりこちらの方、正面の方に曲がってますね。このような感じで植えていきます。はい、植え穴を掘っていきます。乾燥します。はい、土の高さを調整します。はい、このような感じかな。それでは全体的に乾燥していきます。葉っぱに土がついていると病害虫の原因になりますので、上から直接かけていきます。以上で楽なりいちごプランター栽培が完成いたしました。今回は定植するにあたりまして7つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツは時期になります。10月下旬から12月上旬がいちごの植え時になります。開花は3月から5月、収穫は5月頃からになると思います。そして2つ目のコツ、栽培環境です。いちごは17度から20度、涼しい気候を好みます。乾燥は苦手ですので、土の表面が乾いたらたっぷりお水をあげてください。日当たりも好み、1日4時間から5時間以上日の当たるところが理想とされています。そして3つ目のコツ、苗選びです。クラウンが太くて地面から出ているものを選んでください。葉が3枚から4枚、葉の虫食いなどの病気のないものを選んでください。ランナーの切れ味がついているものを選んでいただきますと、いちごの正面が湧くようになります。そして4つ目のコツ、これが一番大事なんですけども、定植時クラウンを必ず地面から出してください。クラウンを埋めてしまいますと枯れてしまうこともあります。そして5つ目のコツ、肥料になります。油かすや化成肥料を3週間に1度与えるようにしてください。与える時期も3月までとして、4月以降は肥料を与えないでも大丈夫です。栄養が過剰になってしまいますと実がつきにくくなってしまいます。俗に言うつるぼけが起きてしまって株ばかりが大きくなってしまいます。6つ目のコツ、これが一番重要かもしれません。寒さに当ててください。いちごは寒さに当たらないと実がつきにくくなります。霜に当たっても大丈夫ですので屋外で育てるようにしてください。そして7つ目のコツ、定植して栽培しますと環境が良ければランナーがよく出ます。そのランナーは切り取るようにしてください。ランナーを育ててしまいますと株が老化してしまい、実の養分がそちらに行ってしまいます。5月以降収穫が終わりましたら、その後出てきたランナーは次の年の
イチゴの苗として育てるようにしてください。一度植えてしまえばとても簡単に管理できるイチゴのプランターだと思います。まだ11月いっぱいまで定植は間に合いますので、この動画をご覧の皆さん、ぜひともイチゴのプランター栽培に挑戦してみてはいかがでしょうか。今日は楽なりイチゴプランター栽培についてお話しいたしました。チャンネル登録高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。